はい、どうも、こんにちは。かんちゃでございます。かんちゃでございます。お腹すいたんでご飯を食べるということで、もうお昼もちょっと回っちゃったんでね、ご飯にします。で、いただくのがこれですね。チャーハン唐揚げ弁当です。半額。定価398円の半額なんで、まあ200円ということですね。すごいですね。チャーハンの上下にさらに焼きそばが見えて、その上にですね、鶏の唐揚げが乗ってるという、まあすごいお弁当でございますが、さらに、この上に、ですね、大判唐揚げ100円。これですね、定価200円なんですけど、100円なんですよね。で、チャーハン唐揚げ弁当、焼きそば付きに、大判唐揚げ弁当、大判唐揚げ、大判唐揚げを上に乗せてですね、さらにこれをパワーアップしてですね、スーパーチャーハン唐揚げ弁当にすると、まあ、そういったですね、ご飯をいただくということですね。唐揚げの上に唐揚げを乗せてってね、唐揚げ弁当の上にさらに唐揚げを乗せるというですね、まあ、そういったことです、食うというですね、まあ、それだけの動画でございます。すごいこれね、ボリュームいっぱいありそうでしょ？ボリュームいっぱいありそうでしょ？すごいありそうでしょ？ザザザン。底上げ。かなり底上げでございます。裏の空洞が結構激しいね。もうすでにですね、この高さだけで、これだけサバ読んでますね。なんで、意外と食えるんじゃないかなと思うんですよね。うん。じゃあ次。で、これを上に、だからこれを乗せるわけです。だからこれを、この底上げ弁当にですね、これ底上げ弁当ですね。底上げ弁当を取ってあって、で、まあ、ほら、うん、で、この上にですね、この、なんかちょっと変な匂いすんな。まあ大丈夫でしょうね。ちょっとね、ずいぶん前に買ったお弁当ではあるんですけど、で、ちょっとね、冷蔵庫に入れ忘れてたんで、ちょっとやばいんですけど、うん。大丈夫でしょう。うん、大丈夫でしょう。最悪ですね、胡椒があるので、胡椒かければですね、大丈夫だと思いますし、あとですね、公認会計士の先生からいただいたこの無限ソルトという非常にですね、森の花という、群馬県の渋川市で作ってるこの非常に美味しい香辛料があるので、これをかけちゃえば、どんなものでもいただけるというね、スーパーな本当にですね、香辛料でございますんで、これ非常にいい香りでございますね。これ使ってもいいしね、まあ、どうにでもなるということでございますね、うん、食っちゃえばこっちのもんってことなんで、ちょっとなんか変な匂いするな。まあいいや、大丈夫だと思います。じゃあこれ食っちゃったら、カエルちゃん、カエルちゃん裏返しになって、それでこんな感じでやって、これガラガラガラって開いて、で電子レンジで温めていきたいと思います。それじゃあね、上がってきたと思うんで、ちょっと出してきます。出してきます。いったってって。よっ、あっち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 。あっち。あっちゃ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 っ、ダンと。ビンと。ダンと。で、これ、ピッポッとから、ガラ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 ドンと。あ、というわけで、早速今日のお昼ご飯でございますがですね、唐揚げチャーハン弁当、唐揚げ乗せということですね、いきたいと思います。でですね、ご案内の通り、野菜これだけです。これ以外に何の野菜もなくてですね、あとは、唐揚げと焼きそば。あと、チャーハンですね。うん。うん。で、うん。チャーハンもですね、卵とご飯だけで野菜は何も入ってないですね。玉ねぎのかけらも入ってねえな。うん、そんな感じでございまして。まあ、そんなご飯でございますね。うん。なんだ、じゃあちょっと、こっちの唐揚げからいただくか。ね。こっちの唐揚げ。すんげえ衣も熱いな、この唐揚げ。ご覧いただけます？この衣。こんな衣熱いぜ。すんげえ衣。衣じゃん、これ。うん。今食って、ガバッと食ったでしょ。だからこれ衣も、これだけの厚さがあるんですよ。これだけの厚さがあるんですけど、衣剥がすとどれくらいの肉の大きさになるかっていうとですね、ちょっとご紹介しましょう。衣完全に剥がしてやろう。お前を身ぐるみ剥がしてやるぜ。お前を身ぐるみ。とですね、大きさ的に、まだ衣ついてるな。完全に剥がすとですね、こんな感じです。半分以上衣だね。うん。
うん、半分だよ、これも。うん。うん。すごいね。うん。うん。うん。半分以上が衣だわ。すごいわ。いや、この中辛の下、大判の唐揚げなんですけど、これはあれは衣が薄い。うん。これはね、衣が薄い。ほんと衣が薄いです。ただね、衣が薄いんだけど、なんか変な匂いがします。うん。なんか変な匂いがする。まあ、うん。まあ、食えないことはね、うん。まだ、全然許容範囲だと思う。だって、まだ、賞味期限そんな過ぎてないし、まあ確かに冷蔵庫に入れ忘れてたっていうのはありますけど、まあ今日この動画4月27日に撮ってるんで、うん、まだそんな、真夏ってこともないし、火も通ってるわけなんで、まあ、なんていうかな、確かに変な匂いするけど、大丈夫だと思います。大丈夫なのかな、うん、あ、肉の下にですね、なんかおしんこらしきこんな野菜の塊が。あ、この野菜がまた変な匂いする。なんか変な匂いするな。でも大丈夫です。うん、大丈夫です。うん。許容範囲ってやつですね。うん。許容範囲です。こんなのは許容範囲です。うん。ね、じゃあ、まあ、賞味期限切れの弁当に、賞味期限の入れの、の、惣菜を乗せて、まあ、スーパー賞味期限切れになるみたいな感じですけど、別に、大丈夫だと思うんですよね。うん。まあ、なんていうかもうそろそろ、ただね、暑くなってきたし、ポカポカ陽気になってきたんで、まあ、あんまり、うん。賞味期限切れをね、いつまでもやってると、まあ、知ってんじゃないかというご意見もあるんで、まあ、ほどほどに、やっていこうかなと思いますけど。うん。やっぱ外の食レポとかな、外食の食レポとかもっとやるか。うん。なんか、うん。まあ、最近おかげさんで皆さんにいろいろ動画再生していただいたおかげで。ある程度ね、まあ、生活に余裕もできてきたところではございますし。うん。まあ、そうすると、あれかなみたいな。うん、あれかなってのは、何かなって言うと、そういうふうに、うん。ちょっとは贅沢してもいいかな。とすれば、まあ、一食1000円ぐらい、かかるような、うん。まあ、ランチレポぐらいやってもいいかな、みたいな。うん。うん。気もします。まあでも実際5000円ぐらい使っても大丈夫なんだよな。うん。まあさすがに毎日は無茶だけど、一回高級焼肉とか行くか、久しぶりに。うん。高級焼肉一人で行くときついんだよな。高級焼肉って基本的に店員さんが焼いてくれるので、うん。だから一人で行くと、俺一人に店員さん一人拘束するので、
まあお店はいいとは言ってくれるんだけど、うん、なんか心苦しいよね、うん、やっぱり、うん、まあ、うん、セルフで焼くようなレベルだったらね、一人で行ってもまあいいんだけど、うん、まあちょっと考えよう、うん、というかそろそろ、うん、屋外バーベキューでもやるか、うん、なんかメインチャンネルの方もあれだけど、サブチャンネルの方も最近再生数がちょっと上がってきて、うん、ありがとうございます、うん、サブチャンネルだけで1月10万から20万円ぐらいの収益をねいただけるようになったんで、ちょっとサブチャンネルの方もお金かけてみようかなみたいな、うん、じゃあ何に金かけるの、うん、半額弁当いっぱい買いますみたいな、いやそれはちょっとあのしばらくあの夏にかけて、まあこれ半額なんだけど山のように買うことはやめましたけど、うん、まあまたなんかフードロスに貢献してっから半額弁当山がいいんじゃないかとかいろんなご意見もあるんで、うん、まあこれから夏になって暑くなるとちょっとやばいんでやらないですけど、また来年っていうか今年の冬11月12月ぐらいになったらまたやってもいいかもしれないね、うん、ただね夏って半額あんま出ないんだよね、やっぱり物が傷みにくい安いから、あの夏はあんまり物を作らないようにするのかもしれないな、どうなんだろう、うん、うん、ただこれから雨で梅雨の時期に入ってくるとまた、うん、天気が読みづらくて結構大量に半額飯が出たりとかする傾向もあるし、まあなかなか、うん、難しいもんでございますよ何事も別にそんなんでなんで悩んでんだおめえはって、あるもん買ってきて食えばいいだろみたいなね、あ、というわけでね、ごちそうさまでございました、いろいろね、今後も動画についてはですね、考えていきたいと思いますので、何か面白いねアイディアがあったらぜひともですね、あのコメント欄等でご意見頂戴できればと思いますのでよろしくお願いします。それではどうも、ごちそうさまでした。